正多,正多面体、正多面体、正多面体、または、プラトンの立体、プラトンの立体、とは、すべての面が、同一の正多角形で構成されてあり、かつすべての頂点において接する面の数が等しい、とつ多面のこと。正多面体には、正四面体、正六面,面体、正八面体、正十二面体、正二十面体の五種類がある。正多面体の構成面を、 正、P、角形、頂点に集まる面の数を Q として P、Q のように表すことができる。これを種類振り記号という。種類振り記号は半生多面体、別名、アルキメデスの立体にも拡張することができる。三次元空間の中に一つの頂点を取り、その周りに取ることが可能な正多角形の数に関する、聖剣から、 正多面体が存在する必要条件が3、3、3、4、3、5、4、3、5、3の5種類のみであることを示すことができる。同じことは、オイラーの多面体公式あるいは、デカルトの不足角の定理からも示すことができる。しかし、条件を緩めることによって、正多面体の拡張を考えることができる。参照、星型生多面体、ねじれ生多面体、 小平面重点形。ユークリッド言論第13巻で、たまに内接する5つの正多面体の構成が論じられ、最後に、今述べた5つの図形以外に、等辺等角で互いに等しい図形に囲まれる他の図形は作られないと述されている。このことから、正多面体とは、という条件を全て満たす多面体であると理解できる。 条件3については、1、2を満たす、とつた面体であることを前提とすれば、と言い換えることもできる。また、国セターは、同心の外接球、中接球、内接球を持つことを正多面体の定義とした。正多面体の一辺を、A とすれば、外力下記となる。正多面体同士の間には、漏れなく内接、外接の関係がある。 いずれの正多面体の各面の中心を頂点とする立体も、また、正多面体となる。これを正多面体の相対関係という。具体的には以上の三通りであるが、正四面体同士の場合は特に自己相対という。外接する正多面体に対して内接する正多面体が複数の面を接する関係には次の三通りがある。内に内接正多面体を示す。 外接する、正多面体の各面に対して、内接する、正多面体の辺が接する関係には次の四通りがある。外接する、正多面体の各面の面心に対して、内接する、正多面体の一部の頂点が接する関係には次の三通りがある。外接する、正多面体の一部の面心に対して、内接する、 正多面体のすべての頂点が接する関係には次の三通りがある。外接する正多面体の一部の辺の中点に対して内接する正多面体のすべての頂点が接する関係には次の二通りがある。外接する正多面体の一部の頂点に対して内接する正多面体のすべての頂点が接する関係は次の通り。 正多面体の相互関係を次の表に示す。赤丸は接触点、太線は接触辺、塗りつぶし面は接触面である。ただし、裏側は図に描かれていない。正多面体を自分自身に重ねる三次、元空間中の回転操作、回転変換全体のナス群を言う。これは三次元回転群の部分群になる。ここのものは青南面体群と呼ぶが、 互いに、相対の正六面体群と、小八面体群、正十二面体群と、正二十面体群はそれぞれ群として同じものになるので、後者に代表させて、正四面体群、小八面体群、正二十面体群と呼ぶことが多い。手例振り記号を用いて、P、Q とかける、正多面体を自分自身に移す回転には次の三つのタイプがある。ただし、 正四面体の場合は面の中心と頂点とが相対するので1と2が融合したものとなす。次の表において、1、2、3には単位元でないものの数を示した。これらの群の位数は様々な方法で記述できる。正多面体、プラトニックソリッツという幾何学的概念の成立についての伝承としては、紀元前後のユークリッド。 言論の写本に残された次のようなメモが広く信頼されている。この第十三巻では五個のいわゆるプラトン立体を扱っているが、これはプラトンによるものではない。前述の五個の図形のうち三つ、つまり、立方体、正四面体、正十二面体はピタゴラス学派によるものであり、小八面体と正二十面体はテアイテトスによる。プラトンがティマイオスにおいて、 これらに言及したために、プラトンの名前がついたのである。この巻に、ユークリッドの名前も載っているのは、彼がこの巻を言論に収録したからである。日本産鉱物の結晶の中で、正多面体上結晶形態を取ることが記録されている主な鉱物種は以下の通り。正多面体のみによる空間重点には次の二通りがある。生十二面体は単独で、 空間を埋め尽くすことはできないが、単純立方格子上に配置すると、正6面体とジョンソン立体91番とによって、空間充填する。構成比は1、1、3、正20面体も単独で、空間を埋め尽くすことはできないが、単純立方格子上に配置すると、数の三角二十面体とくさび型の黄金四面体、辺の比一ファイトによって、空間充填する。 構成比は1、1、6、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。